妖怪、それは遠い昔の存在ではない。人の心に影があり、暮らしに闇がある限り、妖怪はほら、今そこにいる。あれは小学5年の時、家族で伊勢旅行へ行った時なんですけど、3人で12時ぐらいまで夜更かししてて、やったー、一番で、確か最初にお父さんが寝て、お父さん足どけて、風邪ひくよ。次の日も早かったんで、僕らもすぐ寝たんですけど、電気消すよ。なんか体が重くてすぐ目覚めちゃって、でも全然体が浮かなくて、金縛りっていうんですか、その時確かに子供の姿が見えたんです。はい、赤い服を着て、不思議と怖くはなかったんですけど、お客さん見られたんですか。あれはね、座敷わらしなんです。可愛い女の子ですけどね、それ見るとね、とっても幸せになって、これそこのお家も繁盛するようですよ。お客さんも見られたからいいことがあるでしょう。座敷わらし。これが住む家は長く栄え、これが去った家は没落するという。岩手県金田一温泉、緑風荘。座敷わらしが出ることで特に有名な宿。座敷わらしは浮遊する玉、オーブと共に現れると言われており、これら緑風荘で撮影した写真にもオーブが写っているのがわかる。また日本全国においても座敷わらしの体験談は意外と多い。うちの、かみさんと知り合った頃に、僕はかみさんの家に遊びによく行ってて、やっぱ視界の端っこの方で感じたんですよね、白い影を。でふっと見るとひゅっと隠れちゃうようなのがいて、すっごいちっちゃいんですね。ベッドの20センチぐらいの高さの隙間のところの柱の影にひゅっと隠れちゃうんですよ。で僕はもう何回も見てたからちょっとおかしいなと思って、こんな話とかなかなかじゃないですけど、なんかいるよねって話をしたら、ああよくいるのっていう最もな感じで話されて、なんかちっちゃい白いやつでしょって言って、あやっぱり見たって言われて、まあ足音が聞こえて、そうですね、ちょっと小走りというかトトトトっていう感じの軽い足音でしたね。もう最初は誰かが帰ってきたんだろうって思ったのもあるんですけれども、全く怖いということはありませんでした。不思議と怖くない、これも座敷わらしの大きな特徴である。あなたの周りの知り合いにこう聞いてみると面白いだろう。座敷わらしを見たことがあるかと。思いがけず多くの人々が座敷わらしと出会い共存している事実にあなたはきっと驚くに違いない。妖怪は消えることはない。妖怪を必要としているのは実は人間の方なのだから。
座敷わらし。これが住む家は長く栄え、これが去った家は没落するという。この映像を見たあなたにも幸きたらんことを。